左、シトシン、右、メチル化したシトシン中心の二つのシトシンがメチル化された DNA のイラスト。DNA メチル化は発生や疾患におけるエピジェネティックな遺伝子制御で重要な役割を果たしている。DNA メチル化とは DNA 中の塩基の炭素原子にメチル基収縮が付加される化学反応である。深核生物や原核生物に広く見られる。 特に深刻生物の場合、CPG アイランド部分などのゲノム領域でよく見られ、エピジェネティクスに深く関わり複雑な生物の体を正確に形作るために必須の仕組みであると考えられている。んの形成や進行にも関わっていると考えられている。DNA メチル化は、シトシンのピリミジンカンの5位炭素原子あるいはアデニンのプリンカンの6位窒素原子へのメチル元の 不可反応である。この就職は細胞分裂を経ても受け継がれる。通常 DNA メチル化は接合体形成の間に除去され発生の間に続く細胞分裂を介して再建される。しかしながら最近の研究では接合子ではメチル元の完全な除去よりもメチル元のひどキシル化が起こっていることが示されている。DNA メチル化は 高等生物において正常な発生と細胞の分化において極めて重要な役割を担っている。DNA メチル化は細胞が自分がどこにいるのかを記憶できるように安定的に遺伝子発現パターンを変化させたり遺伝子発現を減少させたりする。例えば肺発生の間に水臓をランゲルハンス島となるようにプログラムされた細胞は ランゲルハンストであるようにシグナルを受け続けなくても、生物の一生にわたって、水臓ランゲルハンストであり続ける。さらに、DNA メチル化は時間とともに、宿主のゲノムに取り込まれたウイルスや、その他の有害な要素の遺伝子の発現を抑制する。DNA メチル化はまた、クロマチン構造の基礎を形作る。これによって、細胞は単一普遍の DNA 配列から多細胞生物に、 必要な無数の特徴を形成することができる。DNA メチル化はまた、ほとんどすべての種類の癌の発達において、極めて重要な役割を果たしている。DNA メチル化は、DNA へのメチル元の負荷を伴う、例えば、シトシンのピリミジンカンボ炭素原子、この場合は、遺伝子発現の減少という特異的効果がある。シトシンの5位のメチル化は、 調べられたすべての脊椎動物で発見されている。生体の体細胞組織では DNA メチル化は通常 CPG ジヌクレオチド V で起こる。CPG メチル化は肺性幹細胞で広く行き渡っている。エピジェネティクスを参照 DNA メチル化は正常な発生に必須であり遺伝子すり込みや X 染色体の不活性化、反復因子の抑制。 発がんなど多くの鍵段階と関係している。哺乳類ですべての CPGV の60から90%はメチル化されている。メチル化、首都新残期は自発的に網の元が取り去られ、ミン残期となる。ゆえに CPG ジヌクレオチドは次々に TPG ジヌクレオチドへと変異する。これはヒトゲノムにおいて、 CPG 自ヌクレオチドの出現頻度が低いことから明らかである。一方、ヒメチルカシトシンの自発的な脱アミノ化では、ウラシル残期が生じるが、この変異は細胞に素早く認識、修復される。ヒメチルカ CPG はしばしば多くの遺伝子のご調節領域に存在する CPG アイランドと呼ばれるクラスターとして集められている。ガンなど多くの疾患プロセスでは、 遺伝子プロモーターである CPG アイランドが異常な過剰メチル化を受け、結果として細胞分裂による娘細胞に受け継がれる遺伝子再ン,ングが起こる。DNA メチル化の変化は癌の発達の重要な要素と認識されている。過剰メチル化がプロモーターと関連していて遺伝子再ン,ングを起こすのに対して低メチル化は一般的に初期に起こる染色体の不安定性や すり込みの喪失と関連している。しかし、低メチル化はエピジェネティック治療の標的にもなりうる。DNA メチル化は2つの方法で遺伝子転写に影響を与える。1つ目は DNA のメチル化それ自身が物理的に転写タンパク質の遺伝子への結合を妨げるものでより重要と考えられる2つ目はメチル化 DNA が メチル化 CPG 結合ドメインタンパク質と結合することである。次に MBD タンパク質は遺伝子座にヒストンを収縮するヒストン脱アセチル化酵素やその他のクロマチン再構築タンパク質などさらなるタンパク質をリクルートしぎっしり詰まって不活性化されたクロマチンを形成させる。この DNA メチル化とクロマチン構造の係りが非常に重要である。特に メチール CPG バインディングプロテイン2の血質はレッド症候群と関連がありメチール CPG バインディングドメインプロテイン2はがんにおいて過剰メチル化遺伝子の転写サイレンシングを仲介しているこれまでの研究によって人の長期記憶の保持は DNA メチル化によって制御されていることが示唆されている DNA メチル化は遺伝子転写の重要な調節装置であり 異常な DNA メチル化が予定外の遺伝子際レンシングと関連していること、プロモーター領域に高いレベルの後、メチルシトシンを含む遺伝子は転写が急止していることが多くの証拠から明らかにされている。DNA メチル化は肺の発達に必須であり、体細胞では DNA メチル化の様式は一般的に高い忠実性を持って娘細胞に受け継がれる。 異常 DNA メチル化様式は多くの人悪性腫瘍と関連しており正常組織と比較して過剰メチル化と低メチル化の二つの異なる形がある。過剰メチル化は癌抑制遺伝子のプロモーター領域に採用し転写を抑制する主要なエピジェネティック就職の一つである。過剰メチル化は通常プロモーター領域の CPG アイランドで起こり遺伝子の不活性化と関連している。 広範囲な低メチル化もまた、異なる機構での癌の発達及び悪性化と関連している。遺伝子プロモーター領域のメチル化による遺伝子不活化の例として、ヒト乳癌、子宮癌におけるエストロジェン受容体欠如、ヒ伝デン性乳癌におけるブリーカ1の不活性化を上げることができる。哺乳類の細胞では、DNA メチル化は、主に CPG ジヌクレオチドの C5 位で、 二つの一般的な酵素活性、イジメチル化とデノーボメチル化によって行われる。イジメチル化活性は、すべての細胞の DNA 複製サイクルの後も、DNA メチル化が保存されるために必要である。DNA メチルトランスフェラーゼがないと、複製装置は、メチル化されていない娘さを生み、そのうち受動的に脱メチル化を引き起こす。d n m t 1は、DNA 複製の間に、 娘さんに DNA メチル化様式を複製するために必要なイジメチルトランスフェラーゼと推定されている。DNMT1 の2つのコピーを欠損したモデルマウスは哺乳類細胞の発達に DNMT1 活性が必要なためおよそ9日目に配置死である。DNMT3A 及び DNMT3 ビットは発生初期に DNA メチル化様式を形作る。 DNA メチル化、デノーボメチルトランスフェラーゼであると考えられている。DNMT3 リットルは、その他の DNMT3 タンパク質と相当性があるが、触媒活性を持たない。その代わりに、DNMT3 リットルは、デノーボメチルトランスフェラーゼの DNA への結合能を高め、活性を刺激することによって、これらの酵素を補助する。最後に、 トレナメチルトランスフェラーゼは DNA メチルトランスフェラーゼ相同体として同定されたタンパク質であり、すべての DNA メチルトランスフェラーゼに共通の10個の配列モチーフをすべて含んでいる。しかしながら DNMT には DNA をメチル化せず、代わりにアスパラギン酸トレナのアンチコドンループに存在するシトシマイナス38をメチル化する。 多くのがん抑制遺伝子は眼下の間にサイレンシングしていることから DNMT タンパク質を阻害することによりこれらのがん抑制遺伝子を再び発現させる試みがなされている。小技マイナスにで起きし七人はヌクレオシド誘導体であり、触媒の β 脱離段階を妨害し DNMT と DNA が共有結合複合体を作った状態でトラップすることで酵素が分解され、 結果、DNMT の活性を阻害する。しかしながら、デシタビンは活性を示すものの、細胞のゲノムに取り込まれなければならないため、細胞が死ななかった場合は、娘細胞に遺伝子変異を引き起こしてしまう。さらに、デシタビンは骨髄毒性があるため、投与量に制限がある。これらの落とし穴から、電令 RNA を分解させ翻訳を妨害する DNMT を標的とした。 アンチセンス RNA 治療の開発が進められてきた。しかしながら DNMT1 のみを標的とした治療が DNA メチル化によってサイレンシングされた癌抑制遺伝子を再活性化させるのに十分であるかは現在のところ不明である。モデル植物である白いヌナズナにおける DNA メチル化の理解が大きく進んでいる。植物における DNA メチル化は哺乳類とは異なる。 哺乳類における DNA メチル化は、主に CPGV のシトシンヌクレオチドで起こるが、植物では、シトシンは CPG、CPHPG、CPHPHV でメチル化される。DNA にメチル元を転移させ共有結合させる主要なアラビダプシス DNA メチルトランスフェラーゼ酵素は、DRM にメット1、CMT3 である。 DRM2 及び MET1 タンパク質は、哺乳類のメチルトランスフェラーゼ DNMT3 及び DNMT1 とそれぞれ高い相当性を有しているが、CMT3 タンパク質は、植物界に固有のタンパク質である。前説で述べた通り、DNA メチルトランスフェラーゼには、現在2種の分類がある。1DNA に、新たなメチル標識を作成する、デノーボウソと、 d 2 d n a の親さのメチル化位置を認識し、DNA 複製の後の娘さに新たなメチル化を伝達する維持構想である。DRM2 のみがデノーボ DNA メチルトランスフェラーゼであるとみなされている。DRM2 はまたメット1及び CMT3 と共に DNA 複製後のメチル化標識の維持に関与していることが示されている。その他の DNA メチルトランスフェラーゼは 植物で発現してはいるが、基地機能を持たない。細胞がどのようにして、で、ーボ DNA メチル化の位置を決定しているかは明らかではないが、これまでの証拠から多くの位置で RNA 指令型 DNA メチル化が関わっていることが示唆されている。RDDM では、特定の RNA 転写産物が、ゲノム DNA 型から産生され、この RNA が二重差。 RNA 分子と呼ばれる二次構造を形成する。二重 RNA は、スモールインテフェリング RNA あるいは、マイケロな経路によって、この RNA を産生したオリジナルのゲノム位置ので、ノーボディ NA メチル化を指令する。この種の機構は、RNA ウイルスとトランスポーゾンの両方、またはいずれか一方に対する、細胞性防御において重要であると考えられている。 RNA ウイルス及びトランスポゾンはともに、宿主ゲノムに対して変異原性がある 23RNA を、しばしば形成する。これらが潜伏している、ゲノム位置が、メチル化されることによって、よくわかっていない気候により、これらの RNA 転写を停止、細胞内で不活性とし、ゲノムを変異効果から防御する。多くの新菌の死とシンメチル化のレベルは低いが、 その他の新菌は5%程度のゲノムがメチル化されている。このメチル化の値は主観でも同種の分離株までも異なっている。また DNA メチル化は新菌において発生段階依存的な遺伝子発現制御に関与していることが明らかにされている。ビール酵母及び分裂酵母の DNA メチル化レベルは非常に低いがモデル市場菌若パンカビは よく特徴付けられたメチル化システムを有している。赤パンカビにおいていくつかの遺伝子がメチル化を制御し、DNA メチルトランスフェラーゼディム -2 の変異はすべての DNA メチル化を抹消するが、成長や有性生殖には影響を与えない。赤パンカビゲノムにおける反復 DNA は非常に少ないが、メチル化の半分はトランスポゾンの残骸や DNA 同源体を含む。 反復 DNA で起こる DNA メチル化酵素が欠損した遺伝的背景におけるその他の重要な現象を評価できることにより赤パンカビは DNA メチル化の研究において重要なモデル系となっているアデニンあるいはシトシンのメチル化は多くの新生細菌や個細菌が持つ制限収縮系の一部分であるここでは特定の DNA 配列がゲノムの始めから 終わりまで周期的にメチル化される。メチラーゼは特定の配列を認識し、この配列中あるいは近傍の塩基の一つをメチル化する酵素である。このような様式でメチル化を受けていない外部 DNA が細胞に導入されると配列特異的な制限酵素によって分解、切断される。バクテリアゲノム DNA はこれらの制限酵素によって認識されない。 ネイティブ DNA のメチル化は、この種の原始的免疫システムとして採用し、バクテリア自身をバクテリオファージによる感染から防御している。大腸菌 E コライ DNA、アデニンメチルトランスフェラーゼは、制限、就職システムに属さない32系だの酵素である。E コライ、ダムの標的認識配列はギャトックであり、メチル化は、この配列のアデニンの N6 位で起こる。 この配列の両側に隣接する酸塩基体も、また DNA、ダム結合に影響している。ダムは DNA ミスマッチ修復や DNA 複製のタイミング、遺伝子発現などのバクテリアプロセスにおいていくつかの重要な役割を果たしている。複いいいる DNA 複製によって E、古来ゲノムのギャトック部位は完全にメチル化された状態から半分がメチル化された状態になる。 これは新たな DNA 差に導入されるアデニンがメチル化されていないためである。サイメチル化は新規 DNA 差の複製エラーが修復される間の2から4秒以内に起こる。メチル化あるいはメチル化の欠如によって細胞の修復装置は異型と新生差を区別することができる。バクテリアのダム活性の変化によって自発的変異発生率が上昇することが明らかにされている。 バクテリア生存能力はデカメートル変異体で危険にさらされている。デカメートル変異体で他の特定の DNA 修復酵素活性も書いている。ことは DNA 修復におけるダムの役割についてのさらなる証拠となっている。ヘミメチル化状態を長い間保持している DNA の一領域はギャトック部位が豊富に存在する複製起点である。これは バクテリアの DNA 複製タイミングの機構の中心に位置している。シーカは複製起点に結合し、隔離することによってメチル化を妨げている。ハンメチル化複製起点は不活性であるため、この機構は DNA 複製を細胞周期につき1回に制限している。特定の遺伝子、例えば E 古来の生鮮網を高度している遺伝子の発現は、 遺伝子オペロンのプロモーター領域に存在するギャトック、V のメチル化によって制御されている。DNA 複製直後の細胞の環境状況は、ダムによるプロモーター領域に近いあるいは、遠位の領域のメチル化が妨げられるかどうかを決定する。メチル化の様式が一度作成されると、生鮮毛遺伝子の転写は DNA が再び複製されるまでオンあるいはオフの状態に固定される。 E い古来では、これらの生鮮某オペロンは、尿路感染症の病原性において、重要な役割を持っている。ダム阻害剤は、抗生物質として機能することが提唱されている。一方、DNA シトシンメチル化酵素はギャグ及び、CCTGGV を標的とし、シトシンの C5 位をメチル化する。その他のメチル化酵素、E コ古来は、 奥口 GC 及び GC ギット配列のアデニンをメチル化する。分子生物学が使用するほとんどの株は、K12 株の派生株であり、ダムと DCM を両方持っているが、デカメートル、DCM 活性を有する市販の菌種も存在する。実際に、デカメートル、DCM 株から抽出した DNA を、デカメートル、DCM 株に形質転換することにより、 脱メチル化することができる。DNA メチル化は、現在科学研究で用いられている以下の試験法で、検出することができる。メチル化特異的 PCR、MSP 法は、CPG ジヌクレオチドのヒメチル化シトシンを裏シルに変換するへ、アリウ酸ナトリウムと DNA の化学反応とそれに、続く、通常の PCR 法に基づいている。メチル化シトシンは、 この処理では変換されないため、プライマーを興味のある CBGV に重なるように設計することで、メチル化されているかいないかを決定することができる。全、ゲノムバイサルファイトシークエンシング、WGBS 法は MSP 法と同じく10アリウ酸ナトリウムを利用する。10アリウ酸ナトリウムによる処理で、ヒメチル化シトシンの実を裏ルに変換した。 DNA 断片を DNA シークエンサーで配列決定することでゲノムワイドに一延期の解像度でシトシンのメチル化率を決定することができる。ウラシルに変換されたヒメチル化シトシンはミ民として読み出されるためリファレンスゲノムへのマッピングには WGBS 法に対応したマッピングソフトを使用する必要がある。ヘルプアッヘルプアッは制限構素発倍が メチル化 CPGDNAV とヒメチル化分を区別して認識、切断する能力に基づいている。チップオン、チップ圧生チップオン、チップ圧生は MCP2 のような DNA メチル化関連タンパク質に結合できるように調整された市販の抗体を用いる。制限酵素、ランドマークゲノムスキャニング RLGS 法は複雑で現在はほとんど使われない。 メチル化及びヒメチル化 CPGV を区別する制限構想を用いる方法でヘルプアシセイト概念が類似している。メチル化 DNA 免疫沈降マディプポはクロマチン免疫沈降と類似しており DNA マイクロアレイや DNA シークエンシングといった DNA 検出法に入力するメチル化 DNA 断片を単理するのに免疫沈降が用いられる。 モレキュラーブレイクライト圧性モレキュラーブレイクライト圧性は完全にメチル化されたギャトック部位に対する特異性を有する制限酵素ダプニーを用いる。オリゴヌクレオチド中は蛍光分子及び昇降分子で標識する。アデニンメチルトランスフェラーゼはモリゴヌクレオチドをメチル化し、オリゴヌクレオチドはダプニーの基質となる。ダプニーによるオリゴヌクレオチドの切断によって 傾向強度が上昇する。ありがとうございます。